はい、ということでお疲れ様でした。まあ、今回ね、3人でね、ザンモコ300こと999さんとね、リアバゼ
がっつりやっていきました。いかがでしたでしょうか。まあこのメンバーはね、かなりリアバゼをね周回したメンバーなんで、まあまあ連動が高い感じなんで、まあそれぞれね装備紹介とかもしていこうかなと思います。でまずは僕の装備ですね。まあ僕の装備はねもうほとんど見慣れてるようなもんなんですが、まあ、ウェンドスダウラにネフェリムプライマルプライマルプラグマプラグマグリーグで、で5石は強化にのし中2カス1のスロ222ですね。でまあ、こっちの、あれですね、回連性ステータスの方が、属性物販に残り、攻撃に振ってる感じで、頭は、豪快修羅見切りかけのスロ1で、弱徳属性のスロ増えに、こちら奮闘が増えただけ。まだまだ余地がありますね。まあまあ、ここら辺もね、余地あるんですが、というところで。で、この奮闘する位置ですね。これ、距離書をかけないやつを今後出していきたいというようなところは課題ではある。で、これは豪快修羅2の超回心かけですね。まあ、こういう感じになってます。で、ステータスの方ですね。まあ、簡単にやっていきましょうか。まず、氷属性ぶっぱで、まあ、ちょっと物理の方になっちゃうんですけど、サーカー恨み。で、右で超回心、弱徳、回心撃属性、破壊王、豪快修羅、弱徳属性、連撃、結核性、奮闘、豪快の恩恵に、血気、恐竜書ショックに、で、合心に、強化に、支柱にかつ、最下転覆。まあ、こんな感じですね。まあ、豪快の恩恵は、まあ、氷属性を倍化させるために、まあ、1.1 倍になるんで、つけてる感じで、自動回復は入れてません。回復については、恐竜書ショックですね。こちらを克服することによって、体力全回復するんで、まあ、こちらが、まあ、回復スキルとなっています。うん、属性ぶっぱって感じのね、やつですね。で、他のメンバーですね。で、まあ、お子さんから見ていきますか。で、装備、刻印の投獣ですね。これ、現象メルザだったかな、確か。で、帰り先生、攻撃。で、ナスゼット、被爆者、核用、フラグマ、核用。そして、五石が、速射強化、3がついていて、反抗軽減についてる、その222ですね。めちゃくちゃ強い。これ、めちゃくちゃ強い。で、帰り先生、攻撃、ぶっぱの、で、スローが強いなー、これ。強いなー。で、豪華修羅で。うわ、その、これマジで強いよな。この胸の回連性。ライトだから技物減って全然 OK っていう構成なんでね。ここはマジで強すぎる。で、豪華修羅。地下の回はまあ正直なくてもいいでしょう。で、豪華修羅に強者小。まあ、ライトだからおそらく小はあまりなくても関係ないので。まあ、ただ、まあ、強く強を止めばできそうなところだね、今だ。で、スローが化け物。これ美味しいですね。で、ステータスはこんな感じ。攻撃特化ですね。で、見切り、フルチャージ。そして、超回心弱徳、弾丸節約。まあ、貫通ライトってよくあるよ。貫通ライトに、さらに、もりもり持ってると。で、しっかりと生存スキルもね、気絶耐性も入れちゃったりして、で、豪華修羅でしっかり火力も上げて、剣を盤石で、方向も無視していると。で、回避距離アップで、まあ、移動速度も割と上がりますね。で、効果の恩恵に、チューンアップ。うつらーって感じですね。で、恐竜種も克服して、最下転覆も出てくると。いや、強いですね。で、闇討ちもついてると。で、合心、干渉と、完全マルチで素晴らしい装備ですね。で、続きまして、300.9993ですね。こちらまずは、装備見ましょう。で、ヘビーポーガンですね。これは、あれかな、ルナーガロの、ヘビーだったかな、確か。氷輪砲、ボルマン。に、ケイオス、リバクシャ。で、これはラスボス、ケイオス、ラスボス。で、五石が攻撃さんの、反動軽減2ですかね。いや、普通に強い。普通に強いんだよ、これも。で、回連性が気絶耐性。氷属性強化。おそらく氷属性強化がメインなんでしょうね。で、恐竜書ショック。で、ここにちょっと欠けてるけど、スロットが増えてる。普通に強いですね。まあ、後輩の欠けてても、正直スロ1年何とかなるんで、まあ、そこはおそらく問題ないでしょうというところでしょう。で、ラスボス、サカルマが消えてるけど、スロットが美味しいですね。で、渾身にスロット。で、弾丸節約。まあ、ちゃんとね、このライトボーガンですが、ヘビーボーガンに必要なガンナースキルがしっかりついていると。で、ステータスはこんな感じ。攻撃特化の氷属性強化。なんか属性弾をゴリゴリ打って。で、急激さの場合ですとね、罠ハメをゴリゴリしてくれるんで、まあ、まあ、火力ってよりは、まあ、立ち回りで、まあ、かなり動き回るタイプの方ですね。で、耳栓ついてたり、逆あるんだったり、渾身、回心撃属性弾丸防ぐ、装填速度、含ま共鳴、技物、装填拡張、反動、軽減、気絶耐性、郊外の恩恵、弱徳属性、奮闘、超回心、恐竜所食、連撃、合心と、持ってますね。ということでね、今回このメンバーでやっていきました。ということで、よろしければ、ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバーイ。さよなら。